半前岩先生です、火曜日ですね。10月23日火曜日、今度ちょっとね、適当にね FX を買ってみたところなんですけども、160万円分ね、証拠金使って、レバレッジ使ってますね。レバレッジかけて、160万ほど、1万ドル投資しました。スワップはもう1日110円取られました。でマイナス今3000ですね。ここで上というシグナルだったんで、ここで、これね、上に買ったらちょっと怒ったんですよね。で、ここでマイナス3000ぐらいになっちゃったって。これは上がってくるのを楽しみにしてます。ちょっとね、いい加減にしちゃったなという感じですね。まあ、これはね、ちょっとまあ上がるでしょうね。ちょっと上がったところでやめようと思います。それでまたこうゼロぐらいになったらもうここで諦めてプラマイゼロにしようとね、そんな感じで利益食いしようと思います。上にぶつかるまでね、黄色の線にぶつかるまで待つかもしれませんしね。だからこう上がってて、ここら辺にぶつかるんですよ。怒ってるから、ここら辺にぶつかるんで。ね。そういうね。シャワー浴びてきました。1リットル1万5千のミネラルウォーターで沸かしたシャワー。最高。これはもう世界一の億万長者ですよ、この。ミネラルウォーター。最高の1リットル1万5000のミネラルウォーターでシャワー浴びるっていうのは最高ですね。アメリカの大統領トランプさんだってそんなもんは贅沢なことできません。お茶もねちょっと沸いてきました。これお茶最高。お茶お茶お茶だからこうね、これだ、最高だ、お茶ですよ、最高、おう、ぐ、最高のお茶、こんなお茶も最高だね。これ、これも1リットル1万5000のミネラルウォーターの水からお茶を作ってます。コーヒー、コーヒー。はい、猫ちゃんがいて、今雨降ってきたんで、最高最高ね。コーヒーも入れてあってね、最高ですよ。ね、僕ね、洗濯機は3台置いてまして、全自動洗濯機3台置いてるんですよ。それでね、ミネラルウォーター1リットル1万5千のミネラルウォーターで1回洗うのに50リットルぐらい使うんだけど、それで洗ってでね、洗濯機3台でちょっと汚れたらもうすぐ洗濯しちゃうのね。で、ミネラルウォーターふんだんに使って洗剤を減らすのね。で1回ね、洗ってから2回目でね洗剤入れたりとかするんです。ただ今いいやつはね、念入りっていうのがあるから非常に、今いい電化製品は全自動洗濯機ですね。これ今3000円マイナスでしょ。
スワップこれやめよう。GBP、USB やめよう。やっぱね、南アこれね、腕しか出ないんですよ、シグナルが。腕しか、これはね。腕しかシグナルが出ない。これは出るでしょ。これもね、これスワップ金利を含めた取引、これは負けちゃってますけどね、こういうの一個ずつね、ちょっと鳴らしておいて、チャンス見てんだけどシグナル出ないんで、これはずっと見とくんですね。ということですね。どうもありがとうございました。今日はね、マイナス3000円で。まだわかんない。勝負がね、これシグナル出てからこのぐらいの時間があり、幅があるから。まだ、ここ、まだあるんですね。あと、1週間ぐらいはありますね。10日間ぐらいとか。今起こってるけど、上がったところでね、決算する。このインジゲーター、下のリンク先から似たようなのは、ありますから。30万で売ってますから、ぜひね購入してください。最高のものです。このシグナルのパーセンテージ出ますから、その シグナルこれ 100% で出てますけど、ちょっとこれ短いんで2つだけでね、これはちょっとダメです。ライン数が1570しかないですからね。多いのね、10回以上とか、まあ8回9回16回ね、これが当てになりますから、ね、どうも